グロリア・スチュアートはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンタモニカ出身の女優である。本名はグロリア・フランシス・スチュアート。1932年にユニバーサル映画と契約を交わしてデビュー。女優デビューするにあたり名前のスペルをスチュアートに変更した。グラマーなブロンド美女として人気を博し、ライオネル・バリモアなどと共演した。1934年。 マルクス兄弟のクルーチョの親友だった映画脚本家アーサー・シークマンと結婚。翌年には娘シルビアが誕生した。1940年代以降は女優業よりも芸術に興味を持つようになりデコパージュなどを制作。画家としても活躍し各地で展覧会を開いたこともある。また俳優のための組合である映画俳優組合の設立にも尽力した。 1975年、30年ぶりにテレビにカムバックして以来、コンスタントに女優業を続け、1997年のタイタニックでは101歳になった主人公のローズを演じ、87歳にしてアカデミー女演女優賞にもノミネートされた。2004年にはビムベンダース監督のランド・オブ・プレンティにも出演した。晩年はガンで苦しんでおり、 2010年9月26日に肺がんのため死去100歳だった乳がんも患っていたありがとうございます。